お前の音かと思った。見晴らしがいいや。くした、回避見てる。行きましょうか。第6回かな。新ルールも追加したし、最初早いもん勝ちね、初手で。ステージは小戦場、終点戦場か、まあ VIP で使えるステージ、通常ステージはなし。ルールというか ID だけ書いておく。はえー、は、え、待って待って待って、いや強くね、このボールって。ボールで、あのガッツはあのバカのガッツやろ。で、福助はもういいや。カズヤか。あれ、もしかして俺シューテー選んでるかもしれません。動きが嘘のように軽い。まずは第一のボスとして降臨させていただきましょうか。俺伊達にずらしやってねえからね。嘘やろこれさ、多分癖読みやわ今の。ああ、まあ関係ねえんやけど、美、これぞ美。無敵と勝ち合ったか。はぁ、ちょっと待って。やったやろ。え、これってボール本物なんかな。いやこれさ、でも全然一発目敗退あるからね、ボールキンクルも。うまい。あれ、弱々その場回避でいけるんだ。入れ込んでいいかもね。俺あれで地獄門でさ、奈落の果てに落とされまくってきたから。当たってないんだ今の空後か。てかね、いやマジボールキンクルね、外でさニョキニョキニョキ空振ってるからうまっ、当たらんのよね復帰阻止が。クソかったりいいことに。いや深い、めっちゃ拒否してるってわけじゃないんやけど。ああ、これはまだ知らないけど、次ぐらいでもういくか、さすがに。あ、これ見た、みんな今の。ずっとその場回避入れ込んでたから、このキンクル自体が。やから相手もその場回避読みで様子見してたんよ。様子見するやろ、読みしたすま。福助じゃねえ。終点か。これ本物な、本物です。ちなみにこの後カズヤは即死ガチ勢。決してみんな俺ではありません。それなんで、なんでそこで吸い込みを置いとるんかわからん俺。惜しい。え、これはこいつやばいぞマジで。こいつの、こいつの即死マジうぜえから。俺がめちゃくちゃにやられてるから。俺が一番知ってる。 143% ほかほかやろ。崖8レンジで多分死ぬ。帰ってこれるんだキンクルは一応。あ、じゃあ崖で待って、え、うまい、無敵合わせて飛ぶ。 79% かけど、キンクルも全然2タッチぐらいで壊せるキャラではあるから。なんか普段俺をいじめまくってるやつやけどさ、ボール2機とこんだけいい勝負してくれたら、なんか俺も誉れやわ。
俺も沢です。え、波乱。おはは。ちなみにマジックはレート2000ゲッチ、レート2000ゲッチが俺の後ろに待機してる。前習いしてる俺の後ろで。この猫は、この猫かクソ攻めっ気強えから。けど大体3回に1回ぐらい、あの、崖外でなんか自滅してるイメージ。大攻めっ気猫やから。あー、いや、それさ、ヒットストップなさすぎるんよな。で、B 技で。クマは届かず。いや！道連れの意思は俺受け継いでんな、ちゃんと。どうする？このギルティーカズヤ。こいつさ、めちゃくちゃ業が深いけど、うまいの？お前うまいの？俺リップではさ、こいつが俺になんかスナイプしてこようが絶対触れんのムカつくから。あれ、もしかしてお前うまい。ええ俺が止めるか。これさ、おい福助、お前俺の目の前に、あ、行ってください、リスターゲームまでこっち行ってください。大好きそのキャラ、そのキャラ大好き。トレモで3点嬉しいとか言うな、この野郎。でもさ、よく考えてみんな、俺もこいつとやらないかんってことやで、ね、まあまあいい、まあいい、まあいい、まあ見ましょうか。レート2000やったと思う、2000ゲッチかな、バーサス即死おじさん。今日徹底拒否って感じやね、やっぱり。てかね、クエヌとクエの感性が長すぎて当たるんだ。割と数や差し込めんじゃないかな。跳ね戻り的な。いや苦しい。カゼは対決マジ無理。あ、そうなんだ。絶対に絶対に壊されない。書いてある顔に101%。いやこれは見た、今のギルティーすぎるだろ。横回避上 B。 あー、うまい。今多分着地狩り上 B やったんやろうけど、 T もパックマン出したんだ。いや上 B はマジ万能よ。上 B って復帰技じゃなくて俺防御技だと思ってる、なんなら。ウェビーダッシュと対応されると風谷側は本当に密着できない。あー、なるほどね。はいはい、分かった分かった。風谷は言うたら平、ね、地上で密着体制作りたいのに、こいつがウェビーで緊急ダッシュするからもうお手上げなんだ。これで、これでお手上げなんだ。あれ多分当たったら死んでしょうよ。あ、終わった。現状1位福助5ポイント。ちょ、福助ってお前名前変えてこい。ちなみにこのスマセンっていうのは何の方。スマセン、スマセンはガチですよ。あ、そうな、スマ知識専門家。変わってもらおっか、解説。一発目で暴発。下 B は、下 B じゃない、横、下スマは、え、これは、あ、見えるタイプ。あ、
危ない。あー、わかんねえ。たぶん63番で掴み入ろうもんな、台でもどこでも。たぶん見えるタイプじゃないかな、内外のべく編。いや、クソうま。今空上さ、相手が台下から擦ってきたとか、うジャンプ読みしたっすもん。やばい、この試合やばい、高度すぎる。見てた。掴んで見えるタイプね。はい、今の内べくやったけど反転やったね。多分外でも空後かな、あれは。はねえ、みんなこれが神々の争いです。トルネードの暴れって俺たち全員苦労してきたやろ。でゲッチの暴れにも全員苦労してきたやん。トルネードの暴れにゲッチの上 B が割り込むっていう地獄みたいやけど、地獄を見ました俺たちは今。これ福助優勝あるぞ。これこんだけレベル高かったらちなみに福助1600らしいけど、会計上がりは許しませんと。静かにさ、静かに戦いが終わるのを見る。いや、多分裏では戦ってると思う。コメント来るんじゃないかな。一応マジックさんとスマセンさんのコメントだけ見よう。普通にやったんやったらもうマジック勝ちでいくわ。3ポイント2期とか言うな。普通に勝ちね、オッケーちょっとさ、おい誰かゲッチュー倒しといてくれ。お前らどうにもならんだろ。まあ同じ緑代表としていくか。出番だぞ。オッケー、俺も頭に銃口突きつけられてるんやけど、まあ、ぶっ壊すしかねえか。マジ？ちょっとやる、無理じゃない？マジで！クリッチストック。やばい！ダメージ稼いだ。何問題ある？そういうことやない？ダメージ稼ぎって。これが王の余裕。じゃあこれ並ぶある、マジで並ぶある。壊すだけ、あと1回壊すだけ。オッケー、次当たったら勝つ。みんな一番ベストなのはゲーマーとウォッチを俺に回さないことね。これ協力しようぜ。多分俺たち、まあ視聴者含め俺含め理解は一致してると思う。勇者か、あれ。やっぱ横 B が最大なんかな、期待値的に言ったら。運ゲー対決いや、多分ゲーム&ウォッチとか一番現実見てるキャラよこれ、え、どうした？合わせれたらやばい。あ、終わったこれ。勇者、お前反省しろ。お前、ゲーム&ウォッチの技の優秀者なめんねん、お前。
ケッチに夢なんかねえ。あえて言う。まだ溜まってないんだ。下スマ横スマ飛びすぎないよね。なあ空港で。ダイヌビリエ。133パ。お、これ終わるんじゃない？あれってさ、無敵あんの？ちょっとわからんわ。しかもあの魚一発消えるんだ。魚一発で消えるんだ。暫定1位。マジックゲッチ、レート2000。このカードは割といけそうやけど。吸い込みないだろ。下 B で手榴弾無理よね。あ、でも反射か、あれ確か。あ、わかんねえ。あ、ゲッチ一番強い、みんな。やばいぞ、これ。え、でもこれ無限復帰あるやろ。あー、ふわっと手榴弾に変えてきたね、多分。あれ、勝てないんだ。まあ、勝てそうになさそう。上 B じゃない、これ。うーわ、いや、おい、フグスケ、憧れ、俺のでっけえ、俺のでっけえ背中を見とけ、俺のでっけえ背中見とけよ。ああ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 。フグスケ憧れの後ろにもうピが、ピ読み軍並んでない？わからん。進め、進撃しろ。2回も俺を殺すなよ。2回も俺を殺すんじゃねえよ。え、今マジック12ポイントかな。え、何ポイントやっけ。今10 11? あ、11か。あ、1ポイントプラスにしちゃった。ごめん、11ね、 OK。 さっき8やって11か。 OKOK。 最後ソルジャーいいね。あれ、福助 0% で書いてあるけど、どんなルールやったっけこれ。18か、いい。18パーではもう崖橋横綱でも行くやろ。何それ、着地隙もないの。めちゃくちゃけなげに上 B にさ、くうおでかい。上 B に空上でリスクつけにいってる。あれ一応届くんよね、多分最速やったら。地上上 B で届くはず。まあ多少ね、ラグくてもマジでカクカクとかやったら止めるけど、まあいいです、やってもらって。うわお茶目が出てる。お茶目が、多分あれウエスマやったな、ジャスが。ちなみに多分あれジャスがしてもウエスマ間に合わんと思うわ。悲しいよな。あれ、なんか1ストックのフグスケ憧れを見てたら俺胸が痛いかもしれん。ヒー気が気じゃねえ。いや、レッキーは悪くないよ。正直ニュートラルでレッキー使っとかんと、見せとかんと何もできんから。来る、ジャンプ消えた。ジャンプ消えたんじゃない、多分空前が暴発したんかな。リトルマック、ヒガちゃんイコール憧れだな、ワンチャンあった。ついていく人間を間違えたか。あ、これ0パーから飛ばんか。あ、ちょっと待って、これあと一発の、あと一発の楽しいゲームが始まった。それじゃない。キュンマーと思ったら落ちてった。ゴングとともに。けどこのストックさえ並べば一発殴って KO で終わらせるっていう。
ラストストックはリトルマック全然いけるからね。そこまでいけば。え？え？頭出るからこれ下球狙ってる。下スマか。まあ下スマの方が絶対いいわな。落ち着け。ブービーでしっかり暴れて。回避見てからかな。アーマーで帰ってきて。あらら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 うまい。うんま復帰。えこれ二度捕まりじゃない？やだー。お前転生するため旅に強くな。ああ気をなくなった。大丈夫か大丈夫かヤグ。無慈悲な。タイミングは合ってたよ。タイミングは合ってたからこそ間違った。ヤグ、いやお前よくやったと思う。いずれき、依然きついが、空前置きで爆死と。ああ、ウェビー爆発した。内側じゃなかった今の。え、これ、ビーマーン！うまかったけど、完全に読んでた今の。俺いつもガノン目線やから、打ち返りだ！しな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 。暴発。結構。お前のヘイトいけるか。ルイージ多いね。てかさ、18連勝って最高何連勝だったっけ。過去最高。最高 18！ え、待って、でもこれ勝っちゃって。けどマジック初めてストックより取られてんじゃないの。え、これ、おいマジック、これ勝ったらお前最高だぞ。最高連勝よ。多分19でじゃあ最高だ。タイムアップ全然ある。いや、このルイージガチクソうまい。いや、トルネード、いやー漏れたか。回避の前好きかな、ワンチャン。82%やったら飛ぶんかな、ルイージの NB でも。うわー、ちゃんと NB 置いてるわ、えらい。無駄にガードはしませんよと。回避、いや DA 読んで置いてたけどな。これやばすぎる、みんな。これ掴んだらもうペカったと思う。空母か。でも今多分外、うわー、うん、まうまい。ボアズは効かない。空号。いや、パンってやつやのよ。第2話行かなくて。二つかまりは。これで消えて。これ行くんじゃない？はい、もうこれ5分。旅行鏡でいいって判断か。吐き出しは？でもエネルギーだと弱いと思うけど。ジャンプ使ったら死ねるよ。くそ、こは受け身取ってる！上なら大丈夫。いや、ちゃんと空下で消してる。これジャンプある。うまい復帰。でも正真正銘や。いや、クソいい試合、普通にクソいい試合、うまかった。
うまっ。掴み判断早いな。これ死ぬんじゃないの。まあしょうがないな。こうなったら俺有利。しゃーれー、俺ー、俺ー、勝ったぞ、勝ったぞー。しゃーれー、取れた。もうないなった。ありがとう、マジクソ強かったわ。強かった、ガチで。ってことでマイナス26ポイントだ。嘘嘘、マジで強かった。でもちょっとごめん、なまった。天才型か。オロチトッポ。ちょっと天才型やん。どっか、えっ、うまっ。また天才型の皮かぶったうまい系のやつか。ちょっと黙れって、おい後ろのやつらがうるせえよ。いやこいつさ、クリスマスシーズンぐらいだったら湧くやつちゃうん。ああ、終わった。あの、ちょ、天才、頭いいこいつ。みんな、こいつ俺より頭いい。
ちゃ頭いいこいつ。めっちゃ頭いいやん。好きよ俺そういう IQ 高いやつ。ちょっとこれ、おい、サイバーが決定する人やなあ。これで勝った方が頭いいね。でめっちゃバカ。負けた方が、負けた方はめっちゃマジック誰に負けたん？あ、はい、僕です。オロチトッポ強えわ。おい、やなんやけど俺マジックの26ポイントの下にオロチトッポ書くの。こいつ頭いいし、26ポイントスタートでよくない？頭いいしね、こいつ相当。これさ、ソフトバンクエアちゃうんかなと思ってるんやけど、いや、わからん。いや、わからん。あ、ほんとや、P 足りてねえわ。オロチトポーになっとった。1ポイントね。名前長いな。おめえの名前が長えよ。で、声引く。大塚明夫かと思ったわ。あ、そうか、3ポイントか。ツッコミどころしかねえわ。ね、これオロチトッポのふりして、オロチトッポの大塚明夫ちゃん、これってソフトバンクエアのメタナイトカラー白、あー純正カラーじゃなかったか。大味やね。いやでもね、こいつこいつ天才型マジ。あ、こいつ頭いいよな。見て、みんな見てよ、メタナイトって相当堅実で難しいキャラと思うんやけど、勝ってるオロチトポが俺嫌やもん。いや、アキオさんと呼んだ方がいいから、大塚の。で、勝ったやつが頭いいからね。違うさ、オロチトッポめっちゃ小悪な顔してない？あ、わかるよ、あのバキのさ、あの何、釣り目な感じとか再現したんやと思うけど、できない、多分できてない。ただただ性格が悪そうなハゲが出来上がってる。てか、どっちも頭いいかもしれない、もしかしたら。でもみんな、どっちも頭いい可能性もある。頭いい。多分このミーとメタナイトは、あの将軍のライバル。知性を感じるわ。将軍の引退を早めた男たち。お前、上ミー当てるの面白いね。え？あ、こいつ頭いいわ。なんか見たこと、わからん。何人か水色ルイージもいるのよ、結構。さあ、レンドは、あー、DA 締めか。ちょっと待って、ルイージさ、なんか今になってルイージ使いたち洗練されてきたね。そりゃ、ウェビーでそんなに暴れてくるやつおらんから、取り方がわからん、みんな。あのウェビーガードした後、意外とあざとい。え、俺たち社会に出る日が来たかも。いや、わからん。お前、なんでそれ撃ったん。絶対、いや、わからん。こいつ頭めちゃくちゃいいかもしれんから、こいつのゲームメイクがある。ストック不利であれを撃つのが 俺には分からんが、こいつ頭いいから俺たちでは理解できんかもしれん。頭
リーの逆張り。いいよ、110。ちゃんと投げはその場返しですか。もうさすがになんかあれは入らんね。もうお前の音かと思った。NB かなんか知らんけどさ、あれが当たった音かと思ったわ。ルイージがこっち見てた。でも4ポイントはなかなか。いや、つかみ拒否クソうまい、このマリオ。え、マジ、ちょっと前。ちょっと待って、今の状況確認しよう。現状マジック26ポイントでフグスケ止めれたわけわからんルイージ1匹と、ヤガミライトバカ強ロボット1匹と、俺が把握してる試練レート2000ロボかと、エイジと俺。ああ、助かりましたね。ほう、どうぞ。ごめん、何、見守り設定フグスケ止める隊、お前が止められてんじゃん。フグスケ止める隊見守り設定だ。ちょっとごめん、俺わからん見守り設定って。おめえが止められてんじゃん。いけんのか、解除できました。お前スーパーハッカーやな、見てこい。相当、まあお母さんも見守ってます、ちなみに。大人が見守り設定されてる。それは面白い。いや、ちょっと気引き締めていこう。ガチ試合です。うまい、打ち返しは速攻軽い。大体クエの置き方と、まあ絶対クエの先端でリスクなく振って付き合いませんよ。まあ最初はそうですよね。けどなんかね、コンボルートがね特殊なよね。だいぶずらしだからかな、ずらし対応してるから結果そうなってるんかな、ちょっとわからんわ。それか見守られてるからか、どういう理由でかはわからんけど、特殊ルートやな。ちょっと取って速攻。判断やばい今の。これは見守りがいがあるだ、あるだ。大当たりではない。いや、おお、ちゃんと避ける。うまい、ニュートラル回避で確認からのか。いや、置いたんかな空母。いや、わからん、それは多分空母の発生的に置いただけと思うけど。おっと、判定してるけど、駒があるから掴みは通りませんぞ。ワンチャン即しちゃったな。ジャンプさえあれば帰れはしますね。どうする、回避上がり。あー、でもめくりっていうか結構変な当たり方やったけど、前にいるちゃんと分かってる。空前で壁作って、登ってくる。あっと、見てる。いやー、空前で消して上がる。へえ。けどあの NB、 うわー、張らない。ガンシフト漏れそうやけど大丈夫か。ジャンプんとこ置いてあって、空母そう出してダメージ的には 127%。 まあゴムか。そろそろ後ろ投げも見えてくんじゃないの。それ怖いよな。おお、ガメつい。よし、お母さんによしよししてもらう。お前はいい戦いでした。ロボミラー、レート2000レベルのロボミラーか。が1と、多分ね、このレベルやったらメイトで何回か戦ったことあると思うんやけど、お互いの手の内ある程度知り尽くしてんじゃないかな。くしくも同じ構え。反転かな今の下京は。多分まあ跳ね戻りかな、下京から
てかね、この試練ロボは知ってるけど、下今日化け物連動。てかもう、コーマが2個あったらわからん。めちゃくちゃおもちゃが散乱しとる。さっきのルイージも入れてあげろ。機器として遊び出すから。けど、なんか、うまい、うまい全部うまくいかんけどうまい。全部カス当たりやった。うまい。なんか全体的にラインを知ってるのは試練ロボに見えるけど、デブガチャは、あーさすがに 160% ぐらいあったもんな。もういい下京の出し発生やばすぎる。てか出し方がうますぎる。えあー見てた感じか。けどうわその辛さを知れ。どっちがどっちの駒かわからん。まあ今の本話でやったら飛んでたか。あれ取れないんだ。まあさすがに取れんか。おっとどうする。いや意味わからん意味わからん。ごめんけどわからん。どっちがどっちの駒かわからん。これロボ使いだけやわ。試練を下すか。俺の射程試練を下すか。あ、あーうまい。メテオ読み食うえ。あこれやばいな。2000CZ はなんか見たことあるけど、 R2 2100やろ。俺1673、俺意地見せるわみんな。ちなみに俺さっきのゲッチ止めたの俺やから。男見せます。1600の希望の星になる俺が。今これさ、ロボットのスクラップ工場なってんじゃん。何人いんのよ激強ロボ。ボシュボシュうるさくてくさ。俺工場の映像見てるかと思ったもん。でコマの色違うんだね。クソどうでもいいや。クッソどうでもいいけどコマの色違うんだ。22カンゴブうまい。あのガードの絶妙な読み合いね。え、あ即勝ないけど ロボットが溢れてるの嫌いじゃないよね。全然俺やれるから。あうまい。横 B でも堂々と上がってくる。来る前最後の引っかかってたら即死。いや、ダメージ的にはないか。うえ、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 あ、レーザーか。横スマかと思った。次ぐらいから乱すわ、ちょっと。11時から11時半ぐらいまでで、どこかしらでこの人でラストっていうのをやるわ。タイミングで。で、その人が負けたら、手話募って VO5、最終決戦するわ。即死。こんないいんだね、あの人がされてるとこ見るのは。2周ぐらい勝ったらまあどっかで止めようかな。2周ぐらい勝つやつが現れても時間かけなく止めるかも。止めるっていうかこの人でラスト連勝。マジックさん何使ってたの。ゲッチうまっ。え
ロボットの表裏関係っていうか、そういうさ、把握の仕方マジ異常なよね、みんな。いや、うまっ。見た今、表裏関係の話しよってさ、後ろかな、もうあの、表裏の関係の話してたよね、今俺。けどこれ、卵で粘りつって、うおぉ、いや、これ梅耐えれんくね。まあ、粘り早かったけど、さすがにダメージが。体が。したきょう。めちゃくちゃしよる。うまい。でも、ちゃい。いやー。え、ちょっと、クソうめえ。クソうまい、クソうまい、クソうまい。いや、クソうまい。2100のホムヒカと、そして2100ホムヒカ、次に、まあ負けてもいいよ、別どっち上がってきてもいいよ、俺が相手してっからよ。次がボーナスだ、頑張れ。もう一緒よ。え、止めたの俺よ、あのゲッチ止めたの俺やけど。うん、まあ最大かな、多分。コマに対しては足早いからな、ホミカ自体は何でもできると思うけど、まあ復帰阻止やな、復帰阻止点。え、安倍健完璧。いやー、今の折り空上やらしい、当たったら多分死んでたわ。折り空上、上強空上かな、で多分死んでたと思う。ニュートラルはどうなんやろ。いや、でもコマ取るか取らんかの読み合いがもうできるだけ避けてる感じやね。福さん、今のところ一生、あ、多分一生、てめえから勝ち取った一生。でも俺、いいんだ。え、死なない。いや、これはレバガチャ間に合わない。あー、もうそれでいくか。あー、うまい。これマジいいが、ほぼ看護部。あー、回避。実際さ、交代でさ、無敵って駒落としてる。え、ニュ、ちょ待って、ニュートラル回避で駒落として拒否。今日先に取ったのは R2。 いやー、ニュー駒キャッチジャンプ読みか、空上か。38%、全然そ、基礎しつか、でも駒落ちたのきついんじゃない。こっからね、この空上に当たったらもう死ぬ。今の DM 相当危なかったけど、てか反応早すぎてさ、反転したけど逆いくっていう、逆に逆っていう。うわー、ちょ、クエナ当てたいでしょ、クエナあったら即死できるからクエナ当てたいよね、のクエナジャスト、これこれこれ。いや、痛いんじゃないこれ。いや、横す、今の横スマクソ太タクタク、うわからん、クソタク太い。どうすんの、しゃがんでた、ちょっと。回避上がりも勝ってそうやけど、今の多分、今のは攻撃上がりと回避上がり、攻撃上がりとジャンプ上がりなんやろうけど、タイミング次第ではジャンプも借りそうやし、さっきコマ取りキャッチ狩られてるから、ジャンプは消えるっていう判断かな。当たります、三国五当たります。ごめん、ね、よい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 よ、あえて、何そのハニャチン、やんのマジ。いや、しな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 、よし、次の方どうぞ。
いや、ごめん。俺自分がさ、死なないって言った自分に驚いた。いや、ガチで強い。ガチでうまい。ガチガチのスネークやな、ちゃんと。ちゃんとガチガチのスネーク。崖上がりはきついんか、やっぱり。おお。え、今の上回避に空間合わせる。意味わからんわ。あれ、こいつママいらんくね。二発でも割れないんだ。え、コマでも行かないんだね。知らんやった。うまい。まあ死ぬ。 150% か。てかロボットってやっぱ結構ふわふわしてるから反撃とか取りづらいよね。こうだったらからだ。おお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 お前がメッシだ。全てをかわした。お前マジか、今のかわすの。いやー今、ええ、いやケアやばすぎ。今爆弾で多分確定逃したんよ、あのピタゴラスイッチの。けどちゃんと上空上置いてる。全然壊せない。やあ、うまっ！ジャンプ読み！で、これ、このスネークが負けた瞬間に、ゲッチバーサス、コメラン最強の BO5 が決定。自由の勝者すまん、入れんそこには。俺止めるか、俺が止めるか。あれなんかやれかもしれん。こいつ、いやこれ調子こ乗らしたらマジでこいつむちゃくちゃしてくるから。はい、集おっか。まあいなかったら別に俺が出るけど、 BO5 ねえ、集おっか。はい、終わりです。終わり、終わっちゃった。集いましょうか。一応今俺がパッと見た中いたのはうららかまきか、レート2100クッパ、
で、チラ見してるのがボール2機。で、なんか右、これなんかわけわからんタイミングで入ってきたムフ。レート2125。説。さっきのプリンの人かな。いや、それこそ、ブワーッ、もうこれだ、これですか。もうこうなっちゃうよ、みんな。この4人でさ、なんか強えやつがさ、なんか強えやつが、マジックと戦えばいいよね。乱闘しよっか。乱闘しよっか、みんな。ねえ、みんな、乱闘しよっか。俺が見て。いや、もう、コド組みようぜ。ぐちゃぐちゃにし。いい、関係ねえ。ぐちゃぐちゃになれ。ぐちゃぐちゃになれ。モサどもが。お前ら思い出せ。こうやって楽しんだやろ、もともと。ぐちゃぐちゃになれ、お前らなんてもんは。てかさ、もうステージもランダムにしようぜ。ねえ、みんなステージランダムで行こう。あ、もうスマブラすんだよ、スマブラ。みんなステージランダムで行こう。もう和訳ちゃになれ、おめえら。むちゃくちゃになっちまえ。むちゃくちゃになっちまえ。ちなみにこれは視聴者推薦枠を決めてます。見晴らしがいいや、見晴らしがいいや、これいけー、やれやれ。誰が死ぬんだ。誰がヘイト買うんだ。でもあれ何、セツさんっていう方、俺プリンかと思ってたんよ。アイコンプリンだったから。でも現状パーセントは、あー、飛び道具巻き巻きボールがちょっと有利って感じか。無風1ストックなしの、今日逃げないんだね。鉄拳してる。左上で自由人たちが鉄拳してるわ。右下はデブちゃんたち。デブの間、帰れる、帰れるんだ。現状ニスト、ニスト、無風うららかがニストか。でもこれマキマキで強いんじゃないの。シンプルに領域展開して良さそうやけど。けどちゃんとスマブラしとる。で、節落ちのボール63か。ちょっと待って、みんな、あのボール2機の戦い方がちょっと上手いっていう。このステージ、このステージ知ってるぞ。ちゃんと上手いっていう。うわー、もうけど多分全員勝たないといけないからボール狙い出すんよ。いや、上手い人たちはそうだよね。共通認識でみんなわかるだろ、あいつだよな、みんなわかるよね。あいつ倒さないと俺たち怠慢になったら勝てねえよな。裏中巻きか、 8%、 1ストック。いや、復帰ガチ勢が強いか。え、ウェビーで合わせた、ウェビーで合わせた今。けどボール落ちて、ボールキングの落ちてニストか。でもニスト 23%。 節風はしっかり返ってくる。いや、これ多分ボールキングの誰が殺すかやな。お前らこれ、これ1位だけよ、入れるの。じゃあ、セツが多分コミュニケーション取ろうとしてる。セツが屈伸してた。セツがコミュニケーション、コミュニケーション取ろうとしてる。
つや無風が無風が容赦ねえ。いや分かった、理解した、分かって、何だ誰が味方これ。これさ、ちょっとちょっと誰も信用できねえ、誰も信用できねえ、立ちゃいいと思ってるみんな自分が。お？せつ？ボールバーサスマジックか。よし、じゃあ好きなタイミングでどうぞ。ちなみにボール目線やったら、まあ敗者側なんで6回勝って勝ち。多分どっちも1回も優勝したことないんじゃないかな。ステージは戦場。ああ判定は、いや金クルで来るんだ俺。ゲッチーミラーの地獄があるんかなとか思ってたけど、それはそれでおもれえや。ゲッチーミラーの地獄見るのもおもれえかなと思ったけど、金クルなんだ。ああはい、いや六先っていうあれじゃなくて、敗者側として金クルが上がってきてるみたいな感じ、感覚としては。だからボールはボール側からしたら6本取らないかんし、マジック側は3本取っちまえば勝ちみたいな感じ。外投げかっ。えぇ、俺それなんか小学生とかにされたらぶん殴っとうかもしれん。229%怖っ。ボールさんが3回勝ったら、あ、ボールさんが3回勝ったらリセットよ。怖い。ゲッチで129、これ何食らっても死ぬだろ、怖すぎるって。ウェビで展開作って、うんまっ。ちなみに一応何、前に出場した人が入るっていう想定して、俺概要欄に敗者復活枠って書いてるから、まあそれは全然ボールさんに火はないんで、好き放題暴れてもらって。42、あ、上から復帰、見てから食う。え、いや今の空母でなんで触れんの。あれ一応、ウェビーにもつくんだリスク、まあ高えし、真上やもんな判定が。ウエスマで、あー多分今の普通やったらウエスマ打った後とかさ、ちょっかい出したいけど引いてんだ。すかして横スマホールド。
見た今の見た、みんな何今のこれさあ、何今の。うまい引き空母、完成後ろに逃がしたんか。あー今、ワンチャンの王冠当たってなかったら死んでたんじゃないかなって、わからんけど、もうこのレベルはあの戻り王冠に当たって帰ることまで考えてたんか、まあゲッチやったらあそこから帰れたかめくってるかわからんけど、ダメージレースはこれ抜くんじゃない。いい太いてワンタッチで殺すっていう殺意がちゃんと見える。112パー埋めれば、しかもウェビーにリスクつけられたからもうパナせんだよね。ウェビーこれ死なんやろ、死ぬ死ぬ死ぬ、まあまあまだまだまだ168空母で、いやでもうん、あーうまい当たってた、死んでた。99、何当たっても死ぬ、何当たっても死ぬ、何持ってる空下回避見てるしかも終点、あーキンクやっぱアーマーあるから着地はできるんだ。リセット王手、クソの若い人の若い日、猛者が集まるとこういうことも起きますけど、幾度となくマジック対応してきてたからね。受け身はまあミスりませんと、なんならワンチャンやったろうか。今の空下のさ、ごまかしに対してちゃんとつけてんのよ、拾うんだ、その B 技で、あ、うまい上投げでガードタイミング、一瞬ガード硬直一瞬作って枯らせないっていう、いやめ、あー2発まで耐える、それは攻撃上がり届きますよと、いや対応しきよー、うまっ、え25か、今は多分反射読みでそんなもんいいやつって多分 DA 打ってたから、弱一打ち回避、まあ見らんバグだろ、レバガチャしない軽度合わせる、レバガチャしないやつに合わせるんだ、完全に読み勝ってたけど、ゲッチが。王冠をしっかりガードして、空母持続長い。これ外に出したら、うーまーうっきけど、ちゃんと、これマジで詰め将棋。ミスらんければ、うまい。ちゃんと詰め切る。ニーチ。勝てマジック。そしたら、お前が勝つことによって俺の株が上がる。え、マジックに唯一勝ったの俺ですけど、あいけーマジック、まあ戦場だよな、しかもガノンです、おガノンでけどね、対応してきてるけど結局でも対応の対応で、あれウェビーで蹴れるんだ、まあ、ガードするしかない、うまい、ガード固めてるところにクエヌで、まあ、漏れ含めいろいろ借りますよと、殴られながら殴るのがやっぱうまいんよな、なんでそれ借れる、あこれ強え、折りクエヌやっぱ強えわ、
横よ。あ、で、アーマーなし。アーマーつか王冠なし。どうする？投げて。ウェビーで展開作って216%か。こうなったらさ、いや、わからんやろ。今、ウエスマの後隙どこ行った？あ、これはね。ちょっと待って。今のさ、ウエスマの圧どこ行っ、後隙どこ行った？ゲッチの。忘れてる？どっしりと、どっしりと押してない。苦しそう。外出されて、まあまあこれはね、でも 159% か。でも 64% から、多分空下とかやったら全然撃墜の読み合いできるから、キンクルは。64もあれば。楽勝で。お互いが一撃必殺に近いのは間違いないけど、先にストック取るの。え、これマジックある、ありますか？うめぇ！それね、そうなるんよ、なるんよね。最新の注意を払っておかんと。え、これマジックあります？引いてや、引いてや、フグスケの株上がります？引いてやフグスケの株上がり会あります。あそこのクエヌうまい。今までクエヌガードした後回避とか、いやガードじゃないな、傘、待ってよ、これでもあと、もう結局危ねえ、今クエか。結局お互いがやばい。上に逃げて回避出して横回避。え、これは粘りが怒涛すぎる。いやー、まあまあ展開、とりあえずライン返しのね、ライン返しのクエヌか。よく避けた。ガード張らせるてもいいっていう判断やけど、空前取れるの、あれやばい。どうすんの、どうすんの。種も仕掛けもない。ここまで持ってくる。お前喜んでるね。それは喜ぶね。たまらんやったやろうね、今のは。どっちも怖えよ、俺が。サクッといくね、意外と。これワンチャン決まるんだよ、優勝者。いやけど、もう彼らにとってはそういうことなのかもしれない。いちいちさ、ふぅとかないのかもしれん。あ、やらせろ、あ、チームさせろ、やらせろ、殺させろ、それしか考えないかもしれん。ちゃんと画像貼ってる。いやこれは、いいよ。いやー、うまい。いつも台からの横回避とかで、まあ逃げてる展開が多かったから、多分マジちゃんと取るね、これは。あー、もうずっと取るな。あー、こうオートだ。早い展開が。100散らしたんよね、さっき。ふぅーイカチー復帰けど、復帰阻止がイカチー。歩いてる。呼びやかって、これは激戦。これレバガチャしてるね。あー、レバちゃん、レバガチャの上入ったか。外めくで多分できてなかった気がするよな。してたらごめん。あー、今までウェビーで取ってたけど、空上で宅散らすか。あ、ここの固めやね。クエノでリエじゃないんだ。でもさ、復帰阻止マジ食らわんな。やっぱ横ビーで下から復帰がちゃんとできてるかな、かな、多分。うまい。いや、これ横いったよ。あー、でもいかない。え、うガード張り切る。弱一段止め、空母持続は当たらない。いや、それジャスがして振り向くつかみで。何来る、うた、散らす。164%。今のクーマ俺見えんかったわ。ま、ワンチャンし、分からんけど、ゲッチがガードで隠してた。いや、分からん、見えんかった、クーマの爆弾が。キンクロの、姿勢よけ。
なんとけばいいって判断か。上撃墜はあそこからはしないでしょ。いや、この階段まずいんじゃない？いや、全部全強気やな。あれ、下スマ、横スマ下シフトとかで容易に飛ぶんやけどね。3問中3問しない。さあ、これは、あ、しない。ああ、リセットです。正直、いや、上投げあっけない。違うって。普通ゲッチってガード張るキャラじゃないよ。まずゲッチってガード張るキャラじゃなくて、上 B ですぐ逃げりゃいいのよ普通は。あとクエンとか着地つきないし、ガード張らせてんのよね。てか掴み通せんキャラやから基本。やけど、いろんなタクを潰しまくって回り回ってガードとか掴みが通ってる。普通掴めんからゲッチ。ガード張らせる時点で、まあ、ようやく俺たちの土台だ、俺の土台だとはなってると思う。キンクルもうまい。対空もできるんだ。うふっ。ちょっと待って、今のワンチャンやけど、ワンチャンやけど、今のやばい。ちょっと本当にやばかったから言っていい？一発投げつかみで空前の判定消したかも。振り向かいつかみの一発の打撃で空前判定、あ、当たんのかなって思って見てたけど、うまっ。復帰阻止いくよりやっぱりウインナー NB かなで展開取る方がって考えるんだ。あのゲッチが目ん玉真っ赤にしてガノンとか復帰阻止くるけどね、ちょっと低すぎたか。ですか今の空母で。まだ生きるかなって思ったんやけど、塔でした。着地狩りケアの空母機か。ニュートラル回避まで見とる。整ってる。2連ジャスガからの反転した強やったっけ、反転かどうかはちょっとあれやったけど、2連ジャスガからの下強出よ出よ。みんな今までレバガチャしなかったでしょっつって横スマしたホールド、答えでした今のは。君レバガチャしなかったよね今までっつって。もうちょっと待っててねって料理作ってたもんケッチ。オッケーオッケー、ちょっと待っててね。反対向いて台所に向かってた。ジャスが少しタイミングはキンクル側に合ってきたか。当たるんじゃない、当たんない。着地姿勢か、それとも普通に当たらんかったかちょっと分からんけど、戻りようか。確定コンボウィンナー4連からのあれ、コンボカウンター多分5回回ってるからね、ちゃんと5回か6回。いや、それはやらしいわ。ゲッチって頭出るんやけど、俺が結構下スマとか合わせてるやつね。今まで一回も見せてなかった気がする。横強下シフトないしは空下とか、まあ油断はしなかったと思うけど、もちろんね。けど見せてなかったからこそ、下から上 B で回避で崖掴むとか、そういうタクが少なくなってたのかもしれん。わからん。っていうかクエナでリスクつくんだ。アーマーで耐えて。まだ奥の手持ってそう。うん。まあカードは作り続けてはいるやろね。けどストックは一緒やから。ほう！怖っ。66%。でもストック、いやー今の。クエのどのタイミングで出すのっていう読みやと。いや意味わからん。
つかみに来てたね。だから今多分めっちゃ技で暴れてるゲッチ。激痛こんな遠いんだゲッチで。しっかり激痛看護部。今多分上 B で逃げるでしょう読みかな、分からん。え入れるこれ、入れるか。さすがにそんなミスしません。1233発までかな。あーまあ OP とかで変わるかもしれんけど。えこれ危ねえ、コンビニ行きそうやから強えやんみんな。埋まらない、苦しい、あまりにも苦しい。え私ならない復帰阻止はいかん。いやゲッチに復帰阻止いかんでいいやって思わせれるキャラいたんだね。今当たり方が腹に当たらんかったパターンか。11。まあさ、どっちが先に大手かけるかやね。いかんね、クソいい試合すぎる。取り切るかなって思ったよね今さっきの勢いで。ある程度ゲッチの読み合いも回ってボールが取り切るかなと思ったけど、マジック譲らず。けど戦場やからね。次反射からの、まああの吸い込みはリスクないでしょ。 45% これ降りれるの強いな。やっぱこれ多分うちのガノン天空の城ラピュタより浮いてるもんな。ゲッチに一回上投げられたら、投げられたら上の着地狩り展開になったら。これさ、いちいちさある程度ダメージ溜めったらビクンビクン横に行くの嫌やろうな。ええ、あまあさすがに。でもこれ着地狩り展開、ゲッチにもうゲッチに対して着地狩り展開ってか、俺ちょっと未だにさ、未だにいいなれ。いやジャック体でかすぎてガードに当たったか、背中にいるのに俺やったらまず一切れね。ここでダーで、うん、登ってきた。さあ当たんの。そっかゲッ、なあ大上からさ空え空下、えやっと埋まる。空下めっちゃさ擦るのキングルクソ強いんやけど、それもできないんか。言うて空上があるから、ゲッチ側のキンクルの、うまっ。こう言葉んかったのは相当相当よ。捕まれたらもう怖すぎる読み。あこれ確定、これ確定。あんなに空が当たらんって。え？さすがに 91%。 あれでもしかして死っていう文字が見えるのも大概イカれてるんやけど。リーチです。もう文句ねえよな。こんだけさ見せられてもう文句ねえよな。どちらかどうか、まあもしかしたら最後です。次これでボールが取ったら優勝です。なあ俺より強い強いに行く。いいね、勝つよ俺の方が強いよ、見て取れる。今のゲッチの動きの振り向ん、今の横強ってピンポイントしかない気がするんやけど、枯れるタクとしたら、枯れるっていうか読むタクとしたら。うっ、いやー取るか。なんか絶妙
妙にレバガチャしてたな。掴む。まあそれは無敵合わせる。ダメージは5分やけど。あ、うえぇ、ー、わ、悪いとこ出た。ゲチーの悪いとこ出てた今の。今の上 B は。漏れるか。漏らしに行ったけど。お漏らしはなし。後ろ投げか。レバガチャへ外目書いて、まあまあさすがに普通に死んだか。どうすんの、差し込んでこいよと。お前から来るんだぞ。これ焦った方が死ぬ。みんなこれラグチェックじゃありません。達人の読み合いです。ただのこれラグチェックじゃありません。振り向きつかみ置いてたわ。着地狩りかな、着地狩りで振り向きつかみ置いてた。それは無理。撃墜じゃない。あー、うわー、やらしい。あー、わからない、やらしい、地獄だ。地震速報が出るかと思った。多分今のあの死ぬって分かったから打ちずらし入れて少しでも距離稼いでた、おそらくやけど。ただ俺は京都に地震があったかと思った。みんな揺れてないね。みんなが無事ならいいけど。え、いや、これ高いぞ。うぅ、いや、それさ、いやー、よいしょー、リバース完了と。いや、最後もニュートラル回避、空砲打ち切った後、さっきからずっと掴みちゃんと通してたから、マジック目線は、こいつ空砲打ち切るかの読み合いに勝った瞬間掴み入れてくるわ。で、そこ、その場回避通そうとしたんやけど、それ読み切っての下京です。あそこの下京は多分見しなかった気がする。いいゲームでした。もう、素晴らしい。一試合だけさ、ちょっと、息抜き戦。よしよしよし、出てこい！一先で、お願いしまーす！やらしいやつ。いや、俺今ちゃんと外バックしてかない。回避はしませんよと。ちょ、だってめくるの知ってんの。ガノン使い君。なんで見えるかが教えて。ちょっと俺今ちゃんと間を置いたよね。あ、それさ、その間抜けなさ、復帰やめてよ。あ、かん、ん、韓国じゃない。かあいつ無茶やん、それ。回避してたこいつ、いや、マジで抜け目ね。みんな見た今の、回避してたの見た。ここでするん、え、なんで掴めんの。うわー、買収されてるわこのクソ客たち。割れとけやレモン校長、早い。
でその場会議したやん。ほい。あ、舐めたことしようとしてるわ。怖いか？怖い？ねえ。ねえ。俺のことって怖い？ヘロ？いや、それ、あ、お前の！あと一歩か。強い。強いわ。優勝金来る。ボール金来る。お付き合いありがとうございました。よし、楽しかった。ありがとうございました。